北海道日本ハムファイターズ6、ゼロチバロッテマリーンズ、16日、エスコンフィールド。日本ハムが完封リレーでロッテを下し、今季3度目の4連勝を飾った。新庄監督が喜んだのは、這い上がってきた2選手の活躍だった。育成契約から支配下登録をつかんだ大賀氏は通るが、今季初スタメンで適時3塁だ。 5月に走塁のボンミスを犯して二軍降格となった古川も3ヶ月ぶりの出場で3安打を猛アピールした。新庄監督は今日は嬉しかったね、暴論が。台湾からこっちに来て、思うような成績を残せず、育成になって二桁に戻って。なんとか一本出してくれんかなぁと思って嬉しかったですね、と笑顔。8回の第4打席は四球を選んだが。 最後の打席もノースリーから台湾まで飛ばしてほしかった。俺ならうちに行くけどね。フォアボールなんか選ばず、と頷いた。5月には厳しい言葉を送っていた古川の活躍にも笑顔、古川君もあのミスから戻ってきてくれて、リードも良かったしね。本人が一番嬉しいんじゃないですか、と称賛した。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。 古川も王も一回り大きくなって帰ってきたな古川はもともとバッティングフォームがいいと思ってたけどついに興味を結んだ感じでしょ王の三塁だあれは芸術力の入らない手首を使った対応は見事こんなセンスのいいバッティングできるとは驚きでしたこの二人は今後も続きが見たい落ちこぼれた選手をそのままにせず 必ず復活の機会を与える新城本当に優しい人だと思うしかしその優しさのせいで勝ち星を落とすことも多々あったそれでもやはり新庄のもとで優勝する日ハムが見たい上がってきた2人も活躍も良かったけどポンセに勝ちがついてほっとした万波の肩にも助けられた上川畑もバッティング好調だし がが打てると勝ちにつながりますねこの調子で大型連勝期待してますなんかここマルチネスに引っ張られ主軸が好調復活組も活躍してもともと先発投手はそれなりに良かったので新庄ハム史上今一番強いかもなんせビリでも明るいのが良い見ていて楽しい頑張れいい内容の勝ち方をしているな 調子がいいと逆にいつまで続けられるのかと不安な気持ちになるのはこれまでもたびたび揺り戻しを目にしてきたからなのかでもシーズン初めに比べれば確かに知力は増してきているようだ何人もの選手が逆境から這い上がったし雰囲気も悪くないお互いにカバーもしあえているエラーはなかなかなくならないけど 今こそ誰かが精神的な核となるリーダーに名乗りを上げてほしい。王の起用にはいろんな意見があるけどいずれにせよ1軍に引き上げた選手にはすぐにチャンスを与え結果を出したら称賛するという一貫した起用法を見れば当落戦場の選手も奮起するだろう。 今このチームにとって重要なのは強くなるためにどんな選手が必要でそうした選手をどうやって作り上げるかという育成の視点だこんな時に後は消化試合だからとかコメントする者がいるが本当のファンじゃないことを露呈したな新庄監督が組み替えた打線については基本的に当たるそこにチャンスが起きる 連敗中は組み替えた打線のその抜擢した人が打たなかっただけなんですよ。本当に今日みたいに打ったら勝つんです。このようなことを前に言ったら固定しろ的な感じでしたが個人的には変えるのは賛成です。打てばいいわけで新庄監督の良いところは上がってきた選手を代打で様子見ではなくいきなりスタメンで使うところですね。 1一軍に呼ばれてすぐスタメンで使われたら選手は息に感じると思います大選手今日いい場面でよう打ってくれましたねこのまま打ち続けてほしいと思いますがちょっと気になることがあって速球に対してグリップが下がるのとバットの出るのが遅い気がするので内角打てるかどうかですね外角だとバットコントロールがいいので打てそうな気がします 加藤剛選手と同じかもしれません。タイミング取り方に多少遊び欲しいような気がします。まあ気がするだけなので、どんどん打って欲しいです。